皆さんこんにちは、岡田克也です。この週末を利用して被災地を回ってきました。7日に岩手、8日に宮城、そして1日休んで10日に福島です。予算委員のメンバーの民主党のメンバーの皆さんと一緒に、予算審議、参議院補選予算審議を前にして、もう一度被災地の現状をよく把握しておこうということで企画したものです。一言で言って、いろいろな前進はあるんですが、まだまだだなということです。釜石、岩手の釜石や宮城の気仙沼、これは私が6ヶ月前に、4月に訪れた場所です。その時と比べれば、あの膨大な瓦礫は片付けられ、打ち上げられた大きな船などもきれいになっていましたから、あるいは間もなく片付けるということですから、そういう意味での変化はありました。特に気仙沼ではカツオの水揚げがなされていて、市場にも少し活気が戻った感じでした。漁船の出入りも多少あるということです。ただ実際にそれを加工する工場などは全く進んでいなくて、結局そのまま水揚げして、各地にそれを流通させるということで、そこで加工して製品にするということはできない状態。そもそも港の周辺の地盤沈下した土地がかさ上げする目処が立っていないという状況の中で、工場の再建の目処が全くないという、それが厳しい現実があります。そういったことについて、しっかりと前に進めていかなくてはいけないと改めて感じたところです。福島は、除染の現場などを見てきました。南相馬の市長とともに半日、そして、飯舘村にも行ってきました。農地の除染、学校の除染、学校についてはある程度進んでいますけれども、膨大な農地あるいは山林ということになったときに、これをどういうふうに進めていくのかということを考えると、大変な時間とそして努力が必要だということを改めて感じました。山などはかなり気を切ってしまわないと除染は進まないだろうというふうに思います。それをどういう手順で進めていくのかということについて、もっと知恵を出さなくてはなりません。結局山がきれいにならないと、その周辺の宅地や農地もリスクは続くわけです。これは大変、時間のかかる作業だなと。しかしいつまでもこれ待つわけ、時間をかけるわけにはいかないということを改めて感じたところです。畜産農家の方からは、牛が売れない、福島の牛が売れない、あるいはそもそも出荷ができない状態、そういう中で、糞などはどんどんこれも処分できないまま積み上げられてくると、もう何とかしてもらいたいという悲痛な声が聞こえてまいりました。そういった今回の被災地の旅でしたが、明るかった話もあります。前回福島を訪れた時にいくつか頼まれた中で、あるメーカー、大内新興化学という会社ですが、20キロ圏内に入っているということで操業できない状態にある。これを当時の枝野官房長官や福山副長官にも相談をして、再開できるようになりました。本格稼働はまだこれからということで、なかなか先は厳しいんですが、しかし、多くの人がそこで引き続き働けるようになったということは、非常に良かったというふうに思います。そしてもう少し中に入ったところの工場などは、小さな工場は機械を移して、仮工場で操業するということも行われていました。もう一つは、飯舘村の特別養護老人ホーム、ここも本来であれば
動かなければいけない。しかし今村長さんから、まあ、これを動かすということになると、もう福島県は全体施設がいっぱいになってますから、全国にお願いしなければいけない。今まで築き上げたコミュニティが壊れ、高齢者の皆さんにとっても非常に厳しいことになると、こういう話の中で、これも残すことを特例として決めたところです。変わらず多くの高齢者の皆さんが素晴らしい施設の中で生活しておられた姿にほっとしました。ただ他方でそれをケアする立場の若い人たちの中で、やはりいい放射線を気にして、職場を変わる、そういう人たちも当然おられるわけで、そこのバランスが非常に難しいなというふうに改めて感じたところです。いずれにしてもさまざまな問題があります。一つ一つ解決していくしかありません。三次補正を早く国会に提出し成立させるということが、まず我々政治家がやらなければいけない与党の政治家としての使命であると改めて感じたところです。